come and join. Thank you. おはようございます皆様、宗教とりわけ仏教というものが世界各地に広がっておる中で、それぞれの地、例えばアメリカであったり、もちろんこのアジアだけでなく各地においての仏教の広がりの中で、それぞれの場所で適用される、また受け入れられる仏教のあり方というものを我々はこのセッションで討論したいと思います。どなたでも結構でございます。ぜひぜひお見えいただきたいということでございます。私自身も、浄土宗の僧侶、トマス先生の門下生ではございます。以上と申します。汚い翻訳ではございますけれども、今日一日、田本さん、佐賀先生のもとで、セッションを開いていただきたいと思います。よろしくお願いします。